グイブニングにハオタタジャーハオオオラチョコこ今回マイクラの続きをしようと思ってたんですけど、まあ、コラボのね、コラボの予備装備を作ろうと思って、エンチャント大事だなって思ってさ、チョコずっとエンダーマンを倒してたんだけどね、100レベルまで行ったんだけどね、なんと言いますか、帰り道なんですけど、帰り道にはしごを登ってたんですよ、チョコ。で、はしごを登ってて、ちょっと連絡が来て、携帯を見てたんですよね、そのまま。そしたら気づいたら気づいたら、チョコは悪くないと思うんですよね、これ。チョコは悪くないと思うんですけど、気づいたら、奈落の底へ、落ちました。いやいや、ちなみに装備が今までエンチャントしてた剣と弓とピッケルとシャベルと2本とシャベルと剣とあと全部エンチャント済みのやつと、あと装備もちょこっとロスしてしまいました。いや、しかもこれがね、配信始める3分前の出来事でございます。やっちまいましたよね。ちょっと いや、おかしいとは思ったんですよね、チョコ。あれ、なんかおかしいなとは思ったんですけど、なんか現実を今受け止められなくて、どうやったらこれ受け止められますかね。せめて配信でやりたかったなっていう後悔がでかくて、今ものすごくせめて3分前だったら配信でやれよっていう、自分への後悔がすごくて、本当に、まあ、全ロスでもいけますよね、多分。まだいけるかな、みんな。見舞い金ですありがとう。じゃあ戻るね。いや、もうチョコマジでどうしようかなって思って、
あのこの状態からね、ちょっと配信始めるのめちゃめちゃ迷ってたの。3分ぐらい。ちょっとじゃあ進めていきたいと思います。リスポン。え、これさ、戻ったらワンチャンさ、あの落ちてるとかない？奈落の底って言ってもさ、なんかさ、ワンチャンさ、ワンチャンチョコの装備まだ落ちてるんじゃねえかっていう、素晴らしい展開にはならないですかね。あ、チョコ、このはしご登ってて気づいたら奈落の底へ落ちましたって出てたよね。ワンチャンさ、やり直してみたらなんかもう一度いけるとかない？ないっすかね。あのチョコ、ここまでは覚えてんのよ。ここまでは覚えてる。この状態でチョコね、あの携帯の画面見たよ。で、気づいたら奈落の底だったんよ。だからワンチャンこの下に行けば行けるのではないかと。どこ？チョコの、チョコの装備どこ？あっ！なかったですね。え、やばくね？いたいたいた！おい、バカ野郎！何するんだ、てめえ！いた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 ！何もう！ここの人たちやば！こんなに傷ついてるのに、チョコ！こんなに今傷ついてるのに！なんてことすんのよ！回復もないのよ、今！なんだ、あの豚野郎、マジで！チョコがこんなに傷ついてるのに。豚たちに襲われる。なんてことなのかしら。チョコの傷を癒してくれるんじゃないの、あなたたち。はあ、金装備ってて、私が今どういう状態か分かってて皆様言ってるの？何もないのよ、今この現時点で。お分かりになられるのかしら。はあ、しかも夜だし。ちょっと待って、雲痛いって。今回復ないの、やめてって。待って待って待って、マジでやばい、マジでやばい。ちょっと待って、なんでここ、あ、どこ行ってもベッド、ベッドプリーズ。ちょっとベッドはどこにあるの。やばい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 。ちょっと夜はやばいって。夜はちょっと、チョコ先生元気出してありがとう。優しいのね、あなた。ちょっとあのベッド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 借ります。